吉田さん、リトマス試験紙ですか。じゃあね、ハワイで石を売ってきた私がね、リトマス試験紙の正しい使い方をご案内します。私もね、リトマス試験紙こうやって使ってる時は、まあ、こんなん今だけだよねと思いましたけども、なんかね、まあそんなに嫌いじゃなかったんで、チュクチュクやって色が変わるの、うわー色が変わったとか思ったんですよで、それから十数年経って、まあ合コンでね、女の子と二人っきりになる、三次会になるものに突入しました。そこでいい感じになって、お互いにね、今日も合コン楽しかったね、二次会まで終わったね、よかったねって感じで、お互い感じだったんですよ。で、三次会でちょっと反省会をやりながらコーヒー飲んでたんですよね。でさ、今日何組かいい感じのやつ埋もれたと思わない？でも、そうしてくるとさ、なんか幹事の俺たちがフリーっての変じゃない？って言ったら、向こうもまあまんざらじゃない感じだったんですよ。そうだねって。お互いフリーだもんねみたいな感じになってきてね、あのさ、俺さ、リトマス試験紙ってあるじゃん、あれ試してみたいんだよねって言って、何それって感じになったんですよこんな感じ、何それって、ここら辺だけ笑って、眉毛だけ潜めてね、女の子もなんか分かってますよみたいな表情だったんですよ。リトマス試験紙ってさ、なんかいい感じだと色が変わったり変わらなかったりするじゃん、試してみないみたいな感じでくどいてんですよ。へえ、リトマス試験紙見に行っていいの？と言うから、うん、いいよ、俺の部屋にあるみたいな感じですだからね、無駄だなと思ったものをどう使うかなんじゃないかなと思うんですけどねまあこんなバカなことやるの私ぐらいのもんでね、思い出しても笑いちゃいますよねね、リアルに思い出しましたね、今ね、話しながらね、うん、リトマス試験紙でモテる方法とでもしときましょうか。いってらっしゃい。